動くな絶対。なんか動いたか？気のせいか。俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦しねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動けねえようにしてやるぜ。ワンボーに行く手を塞がれた。なぜなぜ。ワンボーはこちらの動きを警戒している。1ミリたりとも動くな。この青いなんか攻撃は動かなければダメージ受けないんだよね。ワンボーは何も見つけられないようだ。なぜなぜ。ワンボーをなでた。なでられたぞ。泣いて、なでて、なでて、泣いて、なでて、なでて。ワンボーはなでられた。さよなら。なでなでされたぜ。動かねえもんになでなでされたぜ。ダメだ、骨っこじゃ聞いても決めて落ち着かないと。誰かが骨っこジャーキーを決めた後だ。ジャンキーだあいつ。よう、一つ大事なことを教えておくぜ。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。青い攻撃が来た時は動かなければダメージ受けないぜ。覚えやすいように説明するな。信号が赤になったら止まる、みんな止まるだろ。信号は赤が止まれだけど青が止まれだと思えな。簡単だろ。バトル中は青が止まれだぜって。ややこしいんだお前、わざとやってるだろ。北氷、南氷、西氷、東スノーフルの町と氷。氷だな。全部氷だな。エッサードッグが現れた。なでなでしか出てこねえな。少し手を伸ばしただけでレッサードッグは興奮した。あ、かわいい。レッサードッグは興奮してワンワン吠えている。さよなら。こんにちは、僕は雪だるまです。僕の夢は世界旅行。でもあいにく僕はここから動けません。旅人さん、もしよかったら一つお願いしてもいいですか。僕の体から雪を取って遠くへ運んでほしいんです。おう、よかった。どうかよろしくお願いします。雪だるまのかけらを手に入れた。俺ね、これの正解わかんないんだよね。気がついたら溶けてなくなってたりとかさ。おっと。それよりさっきの人間、俺あいつのこと知ってるっけ。いや、オイラに聞かれても自分でわかんないのか。いや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 、わかんないわけないでしょ。兄ちゃんがわかってるか確認しただけ。俺は自分が何を把握し、何を把握してないかちゃんと把握しているということを把握しているのだ。うひょー、噂をすればここは父さん、我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れると、このオーブから強力な電撃が発生する。どうだ、素晴らしいだろう。もっとも、貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕をかましていられるのも今のうちだ。はーい、それじゃ始め。ちょっと兄ちゃん、何やらかしたの。そのオーブ、人間が持たないと意味ないんじゃないの。あー、そっか。はい、じゃあこれ持って。はい、はじめ。すごい、己直前な。こんなにあさりクリアするとは。まあよい、次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンズの作品だからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。すごいいなくなり方したの今。ありがとな、おかげであいつすごく楽しそうだ。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど、2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ、本人曰く戦闘用ボディらしいんだけど、
ほんと、パピルスってイケてるよな。うん。おかしいな、なんで全然売れないかな。冷たいスイーツを食べるにはうってつけの気候なのに。いや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 。お、お客さんだ。いらっしゃい。ナイスクリームお一ついかが？舌にひんやり心はほっこり美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの15ゴールド。買おうか。はいどうぞ。素敵な一日を。ナイスクリームを手に入れた。もう一個買っとこうかな。よし。これで戦闘で苦戦しても大丈夫と。